クイックスキャットはアメリカ海洋大気庁等に海洋上の風速と風向の推定を提供する地球観測衛星である。1997年6月に故障したアメリカ航空宇宙局の産卵系衛星の代替として打ち上げられた。1999年6月19日に打ち上げられ、設計寿命は2年から3年であったが、実際は10年以上稼働し、 2009年11月23日頃にアンテナを回転させるモーターのベアリングに不具合が発生して運用を停止した。クイックスキャットは正常運用している間に毎日1 8 0 0キロメートルの幅の風の情報を集めていた。クイックスキャットは現在は太陽動期軌道にあり、なお特定の地域の有用な遠隔測定データや宇宙に存在する。 産卵系の正確さに関する実験手法を提供している。1999年6月19日の打ち上げ1996年、日本の人工衛星緑に乗せられたナスキャットが打ち上げられた。この衛星は世界中の海洋上を吹く風を数年にわたって記録するように設計された。しかし、1997年に予期せぬ故障が起こり、 ナスキャットの運用は早期に終了した。このミッションに続いて NASA は代替となるような新しい人工衛星の製造を開始した。二つの衛星のデータの間のギャップを限られたものにするためにできるだけ早く製造し打ち上げられるように計画された。ちょうど12ヶ月後クイックスキャット衛星が完成し打ち上げ準備が整った。これは 1950年代以降、NASA で最も早く進行したミッションとなった。クイックスキャットプロジェクトには、打ち上げやミッションの運用も含め、当初9300万ドルの予算が付けられた。1998年11月から続いた一連のタイタンロケットの打ち上げ失敗によって、クイックスキャットの打ち上げは遅れ、さらに500万ドルの費用が必要となった。衛星には、 シーウィンズスキャタラマターという新しい機器が設置された。特殊なマイクロ波レーダーであるシーウィンズスキャタラマターは、海面近くの風の速度と方向の両方を測定できた。二つのレーダーと回転アンテナを備え、1日で世界中の海の90%のデータを記録することができた。毎日おおよそ40万の風測定データを記録しており、 それぞれが1 8 0 0トルの幅の地域を含む。ジェット推進研究所とキャットチームは共同で、ボールエアロスペースンドテクノロジーズから部品の提供を受け、コダード宇宙センターで製造した。記録的な製造の速さを称えられ、プロジェクトで働く技術者は、アメリカンエレクトロニクスアチーブメントアワードを受賞した。通常、契約先の選択と開発の開始に一年程度、 かかるところ、今回はわずか1ヶ月で行われた。新しく製造された衛星は、タイタンーロケットにより、バンデンバーグ空軍基地から1999年6月19日19時15分に、打ち上げられた。約2分30秒後、バハカリフォルニア半島上空で、第1エンジンが停止して、第2エンジンが点火した。1分後、 ロケット先端のノーズコーンが2つのパーツに分かれた。16秒後、ロケットは衛星を太陽から守るために向きを変えた。次の約48分間、2つの機体は南極大陸上空を飛び、マダガスカル上空に入り、ここでロケットは予定高度の 800km に達した。打ち上げから59分後、衛星はロケットから切り、その直後に、 太陽電池アレイが展開し、8時32分に衛星とノルウェーの追跡基地の間の接続が確立された。次の2週間はエンジンに点火され、位置や軌道の調整が行われた。打ち上げから18日後、産卵系が起動し、12人から構成されるチームは、クイックスキャットの機能に関する詳細なデータを受けた。起動投入から1ヶ月後、チームはチェックを終え、 クイックスキャットは地球の周回を始めた。NASA は2年間の運用を予定していた。NASA と n o a は次世代のクイックスキャットを検討したが、後継機がすぐには準備できないため、地上に残っていたハードウェアを利用して国際宇宙ステーションで観測することが提案された。この装置は2014年に ISS に運ばれて ISS ラピザキャットとして2年間観測を行う予定。 2005年8月28日、メキシコ湾上空のハリケーンカトリーナのクイックスキャットによる画像軌道からそれほど経たないうちに衛星に集められたデータは熱帯低気圧の予報に非常に有用であることが明らかとなった。海面上の風速を記録する散乱系の能力により、気象学者は低気圧が形成されるか否か決定することができ、 構造や強さが急に変化することを予測する能力が向上した。クイックスキャットは誤りなしに世界中から集めたデータを継続的に提供した。シーウィンズスキャタラマターによって捕捉された最初の熱帯低気圧は西太平洋で発生したオルガ台風であった。このシステムは7月28日から8月初めに終了するまで衛星によって 常に監視された。クイックスキャットプロジェクトのメンバーは、この衛星が気候学研究、気象予測、海洋学研究に重要な役割を果たすようになると信じていた。2000年、人々の間で気象予測の精度が上がったと言われていたのは、クイックスキャットのデータによるところが大きい。この年の間、衛星は風光を記録し始め、嵐が発達する時期を、 より精度高く予想することができるようになった。また、かつてはギャップとなっていた領域のデータもリアルタイムで提供されるようになった。データの他の利用法としては、沖合風力発電の資源評価等がある。ウィンドスキャンは、特にこの目的のために衛星のデータを活用している。2000年5月24日の南極大陸2007年、当時の国立ハリケーンセンター長のビルプロエンザは、 クイックスキャットの喪失はハリケーンの予測の質に大きな存在を及ぼすと表明した。これはバッテリーの異常により電力が制限され一時的に観測が停止したことを受けたものだった。彼はクイックスキャットからのデータがなかった3日間の予測は約16%精度が低下したと主張した。しかしこれは誇張であることが判明し結果として彼は センター長を辞することになった。衛星はハリケーンの勢力を予測するのに役立つが、実際は軌道には同様の機器を備えた別の衛星もあり、同じような情報を記録することができていた。アンテナが止まる直前のクイックスキャットのデータによる最後の画像2009年中頃、クイックスキャットプロジェクトはアンテナがリアルタイムでデータを提供することを可能としていた。 ベアリングが徐々に劣化していることに気づいた。ベアリングはこれまでの9年間よりも大きな摩擦を生じるようになった。この摩擦はアンテナの回転を遅くし、クイックスキャットのデータ収集にギャップを生じさせ、2009年11月23日にはついにアンテナが故障した。故障に際し、衛星はミッションの終わりに近づいているようであり、もはや使うことができないと発表された。 衛星のセンサは7時頃に停止が確認された。使えなくなったのはリアルタイムの撮像装置だけであり、長期的なデータ収集は運用が続けられた。NASA によると故障は寿命によるものであった。停止した機構の設計寿命はわずか5年間であったが、その約2倍のおよそ10年間も運用された。ありがとうございます。